皆さん、こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は大変元気でございます。ということで、ネトフリータイムのご時間お時間でございます。はい。ネトフリーで今すぐ見れる作品をご紹介しております。今すぐ見れます。はい。よくね、映画紹介とかのね、コンテンツとかっても、 どこで見ようかなって探してみて見つかんないなぁ。今見れるところないなぁサブスクリプ。僕のサブスクリプションじゃとかってことあったりするじゃないですか。a <laughs> タヤで DVD 借りるほどじゃないかなぁとか思っちゃったりするじゃないですか。もうネットフリって今すぐ見れるものを紹介しておりますんで、ぜひご安心してご覧ください。はい。 今日ご紹介するのは10年ぐらい前に公開された映画フライトでございます。私が一番大好きな俳優、デンゼル・ワシントン主演でございます。さて、概要を読みましょう。緊急着陸を成功させて一躍ヒーローとなったパイロット。だが、その後の調査をきっかけに 彼は人知れず苦しんでいた厳しい現実と向き合うことになる。さて、人知れず苦しんでいた現実、一体何でしょうかこれが、まあ、キーポイントになるわけですね。 もちろん映画ではもうはっきりとそれを知ることができます。ただそれをね、映画を見る前に知らずに見た方が楽しいんですね。はい。はい。だからもうこれを言っただけでネタバレになっちゃうんですよ。はい。もうこれは素晴らしい映画ですから、一体何が大事なのか、そして 彼の心の中で何が起こっているのか、そういうことをですね、ぜひ見てください。はい。ジャンルはヒューマンドラマとなっていますが、サスペンス要素もちょっとあります。はい。けどヒューマンドラマといえばヒューマンドラマ。ヒューマンドラマっていうほど感動はしないかもしれませんよ。 はい。感動というよりは驚きでしょうかね。はい。ぜひご覧ください <laughs> ということで、今回ご紹介した英語、えー、は、フライトでございます。はい。それでは、いつもの通り。はい。ネトフリ万歳ということで、終わらせていただきます。また別の配信でお会いいたしましょう。さようなら。